ドイフターウはロシア帝国で収益した嫌い不説艦である。戦時に徴用された特設艦船に数えられる。艦名はカフカス山脈第二の広報ドイフターウ峰に由来する。ドイフターウは1907年にイギリスのニューカススルで寄港した。もともとはロシア寄船貿易会社のための貨物船であった。姉妹船にベシュターウがあった。 1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、戦火の拡大に備えて、ロシア帝国海軍に徴用され、9月7日、姉妹戦と共に、機雷不接艦に監視外された。所属は、国海艦隊となった。機雷不接艦となったドイフターウア、ポティア、バトゥミなど、国海、アゾフ海沿岸の港湾に防御用の機雷を不接した。 そうした中でドイフターウの活躍として最も知られているのは1915年4月、ベシュターウと共に付設した機雷により、オスマン帝国の防護巡洋艦メジディエを撃破したことである。食雷の損傷により、メジディエは味方の駆逐艦によって沈められざるを得なくなった。その後、この巡洋艦は国海艦隊によって引き上げられ、プルートと解消の上、 国会艦隊に編入された。1916年3月22日には、艦名を第87号輸送艦に改められた。1917年にロシア革命が発生すると、第87号輸送艦は、他の国会艦隊所属艦と同様臨時政府の管轄下に置かれた。その後、赤軍やウクライナ人民共和国、ウクライナ国、 南ロシア軍に接収された。1920年には、ロシア内戦に敗れたピオトル・ブラーンゲリ将軍率いる、ロシア軍艦隊と共に国外へ脱出し、コンスタンティノーポリまで同行した。ありがとうございます。